こんにちは。はい、とても大事なようなんです。今日の放課後、お時間はありますか？よかった。じゃあ放課後に校門のところで待っててもらえますか？ちょっとびっくりする仕掛けを用意して迎えに行きますから。島をぐるっと一回りするだけだが、歩きじゃちとつらいからな。そこで車両部の協力を仰いだってわけだ。ハロー。 Yes. Thank you. シンディさん、先生が覚えててくれて嬉しいみたいですよ。ベリーめっちゃ。それじゃ先生、そろそろ行きましょうか。イエス、いつほーれ。イエス。校内が広いから車でもないと大変だってことで設立されたって聞きましたよ。去年までは先生とか会長さんの家の方に運転してもらってたそうです。だけどこの春に晴れてシンディの姉ちゃんが免許を取れる年になって、早速春休みにちゃちゃっと合格してきたんだそうだ。まだ若葉マーク。 What? ドライビング自信ある。Yes, of course. よし、それじゃあ一丁かっ飛ばそうぜ。ふっちゃん、今安全運転って話になったばっかりだよ。一周するとたったこれだけなんだけどな。あ、夏休みには生徒会でキャンプやるんですよ。私初めてなんで楽しみにしてるんです。リノ、どうする？先生、これからどうしましょう。大まかなところは今回った通りですけど、よかったら一箇所ずつもう少し詳しく案内しますよ。わかりました。どっちの方から行こうかな。島をぐるっと回る道ですね。さっき通ったところよりもう少し奥まで行けるところがあるんですよ。わかりました。シンディさん、お願いします。ロジャー。周回路のちょっと奥の方です。さっき
き通った大通りは向こうになりますね。イエス、整備パーフェクト。この辺は宮上の生徒のお散歩コースにもなってるんですよ。学校の関係者以外は入れませんから、のびのびできますし。なんて言ってたら、あそこに散歩してる人がいますね。あら、先生じゃないですか。それに乱藤さんたちも。ええ、遊撃の見回りも兼ねてちょっとブラブラしてたんです。先生たちは？案内？乱藤さんが？私、先生の案内係だから。そういえばそうだったわね。副会長から聞いてるわ。ご一緒しますわ。シンディ先輩はともかく、そういうことをランドさんに任せておくのは不安です。今日は私も行きます。いいよいいよ、泉さん、私の仕事だから。かまっしゃい、私が行くったら行くのよ。シンディ先輩、よろしいですね。オーライ、シート空いてる。では決まりですね。ランドーさん、ぼーっとしてないで、ビーチに行くわよ。うん、私も次に行こうと思ってたんだけどな。大げさだろ。うさいわね、人形。物の例えよ、例え。そのくらい奏様がすごいってことでしょ。あ、はい。会長は私の憧れであり目標ですから。ですね。今日はいないけど、休みの日なんかはもう泳いでる生徒もいるみたいですよ。会長さんが生徒にビーチを開放してくれてるから、人目を気にせず泳げますから。先生、今なんかとんでもないこと考えてなかったか？わかりやすいやっちゃな。だったらよかったです。これで学園内のことはだいたい案内し終えましたから。あ、でも案内係はまだ続けますね。まだまだ困ることもあるだろうし。リノ、私ガレージに行く。車、アフターケア、ベリー大切。うん、シンディさん、今日は本当にありがとう。イエス、オーライ。先生、この後どうします？実は私、昨日のソフトクリーム屋さんにまた行きたくなっちゃって。なんだって食い意地界の絶対王者だからな。先生、
よかったらまた一緒に選んでくれませんか？ちょっと待って、私も先生に用事があるのよ。なんだよお前いきなり、さっきまで何も言ってなかったろ。うるさいわね、急に思い出したのよ。先生、そういうわけですから、ちょっとお付き合い願えますか？なんか怪しいぜ、適当言ってねえか？やめなよプッちゃん。先生、私はどっちでもいいです。泉さん、ソフトクリームより大切な用事があるみたいだし。結構です。ソフトクリームでもかき氷でも好きなだけ食べて、とっととお腹壊してください。ほっとけよ、リノが先生に構われてるのが面白くないんだろ。リノは今年の春に転校してきたんだが、それまではあいつがクラスで一番極上生徒会に近い存在だったんだ。なのにリノはあっという間に役員に抜擢だろ。それ以来何かと食ってかかるのさ。ぶっちゃん、泉さんそんなこと思ってないよ。だって実力は私より全然あるし、私のこと蹴落とそうと思えばすぐできるのに、そうしないんだから。まあいいや、早いとこソフトクリーム食べに行こうぜ。うん、先生ございました。ちょっとお腹いっぱいですけど平気です。どんな胃袋してんだこいつは。しかし今日は冒険したよな、ホッケ味に鶏軟骨味だなんて。うん、でも美味しかったよ。長い間一緒にいてもらってありがとうございました。はい、また明日。